天心とイビシンはその意見ビーをミミチュリーと名付けました。あ、桃太郎と名付けてほしい。やがてミミチュリーは大きくなり、イニギシミにイニティジシに鬼ヶ島に鬼大臣いたのね。ミミチュリーがイニギシに向かって出発すると、お前の方から一匹の犬が現れました。鬼と犬かぶってるけど大丈夫す。ミミチュリーシン、ミミチュリーシン。イニシニティジリキビテンギ。イニシン、ウィニシン、キリシン。お前エナジードリンク何本飲んできたんや、お前。